どうもこんにちは、これです。今回ですね、ガネーシャの採掘やっていきましょう。ゼウスマスコルですね、継承いりません。ベルドール、ラー継承、固定ダメージ継承ですね。で、天狗、これシェザルなんだけど、光生成なら何でも OK。ただ、一流転換で使いやすいシェザルを継承しています。で、ベルドール、夜面眼のユール継承、これは必須ですね。毒が強いんで4回数で使います。で、最後ですね、プラリーのこの白金。これに関しては光生成何でも OK です。だから天狗と、プラリーの場所は光生成なら何でも OK。で、フレンド含めた合計でスキルブーストを20以上に調整してあげてください。まあ、初手ね、ゼウスギガ打つんでね、もちろん。はい、そこだけ注意してください。ということで実際にやっていきましょう。1回走、固定ダメージ使います。ちなみにゼウスギガによって普通に全然早い周回編成に変わりました。前はゼウス編成って正直遅かったんだけどね、めちゃくちゃ早いし安定もします。2回走、ゼウスギガ打てます。ありがたいですね、これ。で、続きまして3回走ですね。ライトニングチャージ使います。はい。これによって、プラリネの悪魔キラーが刺さって突破できると。はい。で、続いて4回走。あ、もちろんゼウスバースの悪魔キラーも刺さってます。で、4回走。ここでギル使います。で、神キラー刺さるんで、光1コンボで OK。はい。悪人の場合は6コンボしてあげてください。で、毒で突破します。で、ラストですね。回復キラー3突してれば、光1流して抜けるんですけど、してないんで、まさかの色なかったわ、変換色。ただこんな風に突破できますと。はい、という感じですね。で、まあ、これより安定するね、シェリアスルーツバージョン行きましょう。はい、続いてシェリアスルーツパーティーですね、紹介していきましょう。1回走、ラー使います。はい。シェリアスルーツは回復キラー2個以上推奨します。で、光で突き込む武器は必須です。これ、今回からは。そのね、何がいいかっていうと、回復キラー武器2個以上つけておくと、光一列のスキルで突破できるんですよ。だから光一列スキル持ってる方なら余裕で突破できると。はい。最悪なくても OK、別に。十分火力が足りるんで。で、3回走。ここもライトニングチャージで突破します。で、このために光で突き込む武器つけてます。ちょっと火力が足りないんだよね。はい。で、突破します。で、4回走。コイル使って光1コンボしてあげれば OK。はい。で、ラストですね。見てもらえれば分かる通りなんですけど、ルーツ使って、セザル継承してるんで、光の1コンボで、このように突破ができると。もうただ普通に早い周回パーティーになってます。はい。という感じで今回は、ゼウス&ゼウスギガの周回編成でした。もうこれ全然ね、トップの編成大して変わらないくらいの速度で周回できるんで、よかったら使ってみてください。という感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。